こんにちは、ルアナキャンドルです。本日もご視聴くださいましてありがとうございます。キャンドル作りに興味のある方や、すでにキャンドルを作ったことがある方にも、このレッスン動画を通して何か参考になることをお伝えできたらと思っております。レッスン動画に関しましては、私自身の作り方で行っておりますため、たくさんある作り方の一つとしてご覧いただけたらと思います。使用する材料は動画の最後にご紹介いたしますので、ご参考になさってください。今日のレッスンは2種類のグラデーションキャンドルを制作していきます。それぞれ作り方が異なりますので、ぜひ両方ご覧になってみてください。また、動画の最後にキャンドルのへこみの部分、こちらの直し方も加えていきますので、合わせてご覧ください。それでは始めていきます。それでは、まずはじめにこちらのグラデーションキャンドルから制作していきます。こちらのグラデーションキャンドルは中に入っているブロック、こちらに色をつけて制作していく方法となります。それではワックスから測っていきます。ではワックスを測っていくんですけれども、2種類の色を作っていきますので、1つのお鍋に対して 60g 測っていきたいと思います。まずは先にマイクロワックスソフトを 3g とパラフィンワックス残り 57g を入れていきたいと思います。測れましたので2つ目測っていきます。はい、では2つ測れましたので、早速 IH で溶かしていきたいと思います。それでは溶かしていきます。およそ溶けましたので、次の色を溶かしていきます。はい、それでは使用する芯の蝋引きをしていきたいと思います。使用する芯、長さ、必要分の長さにカットしてもらったら、これをロウの中に漬け込みます。お箸でいいので漬け込んであげて、まあ、約10秒ぐらい浸してあげたら、トイレットペーパーの上に取っていきます。で、余分なロウを拭き取っていきます。余分なロウを拭き取ったら、ちょっとピンと張っていただいて、これでロウ引きは OK です。それではこちらのお鍋、両方にロウが溶かせましたら、色をつけていきたいと思います。色をつける時のロウの温度、両方とも85度から90度、この温度の中で色付けをしていくようにしてください。今日はこちらの色サンプルの中から2色選んでいくんですけれども、こちらのブルーと、もう一つはこちらのライラック、こちらを使用して色をつけていきたいと思います。顔料を使う際は一気にたくさん入れるのではなくて、小さいかけらから入れていってください。目安としてはだいたい5枚ぐらいの大きさ、
を目安として投入してみてください。ブルーはこのぐらいにしておきます。続いてライラックの色つけていきます。はい、2つの色が出せました。それでは先ほど溶かしたろうをブロック状にしていきたいと思いますので、その時に使用するこういった箱を作っていきたいと思います。はい、使用するものはクッキングシートを使用していきます。だいたい30cm×20cm ぐらいのものですね。こちらを用意していただいて、まずは4つの辺を2センチ幅で折っていきます。はい、まずこのように折っていきます。そして広げた時にできるここの4つの角、ここですね。これが山折り谷折りがありますので、これをこのようにギュッと押さえてあげて、また次の角、同じく角っこを留める。またこちらも角っこを留める。こちら4つ、4箇所ですね、折れたらろうが漏れないようにこちらのホチキスを使って留めていきます。これで箱が出来上がりました。こちらが1色分になりますので、もう一つ同じ作業をしてもう一箱分作ってあげてください。はい、それでは今作った箱にろうを流し込んでいきます。お鍋の中で固まってしまっていたら再度溶かしてあげてください。溶けたろうをだいたい80度ぐらいで大丈夫です。こちらをシートの中に流し込んでいきます。もう一色も流していきます。はい、2色流せましたらこのまま待機していきます。それでは、シート、こちらのブロックですね、固めてる間に、使用する型にシリコンスプレーを振って、芯を固定していきたいと思います。使用するのはこちらのシリコンスプレーです。こちらの、キャンドル専用の型にシリコンスプレーを振っていきます。スプレーを振ったらこの後芯をセッティングしていきます。芯は先ほどろう引きした芯ですね。こちらをこのキャンドルのここの下の底から刺していって、上下だいたい5センチぐらい芯に余裕を持たせてあげて、こちら側を粘土で留めていきます。折るようにしてもらって、
キュッと。押し込んでいきます。で、押したら上から芯を引っ張ってもらって抜けなければ OK です。で、抜けないので芯を固定していきます。割り箸で割り箸の奥側を使ってもらって、動かないようにきっちりと固定していきます。これで、芯のセッティングが完了となります。はい、それではシートが固まりましたので、これを割っていきたいと思います。それぞれだいたい100円玉ぐらいになるように割っていきます。それでは割っていきます。はい、ブルーの方割れたので、次こちらのライラック割っていきます。はい、では2つ割れましたので、実際に型の中に入れていきたいと思います。はい、それでは実際にこちらのかけらを型の中に入れていきたいと思います。で、入れる順番なんですけれども、今仕上がりがこういう風に、こっちの上がピンク、下がパープルっていう風な向きになっているんですけれども、実際に流し込んで仕上がる時っていうのはこちらの向きで仕上がっていきますので、上にしたい色、上にしたい色を先に投入していくようにしてください。今回は先に紫を入れて、後からブルーを入れたいと思います。それでは入れていきます。トントントンとやって、まあ、約半分ぐらい、型の半分ぐらいまでブロックが入ったら OK です。少し余っちゃっても大丈夫なので、半分ぐらいまで入れたら2色目投入していきます。あまりぎゅうぎゅうに詰め込まないで、ふんわりと入れていけば大丈夫なので、このような形で2色ブロックを投入していきます。はい、ではできましたので、この後ここにロウを流し込んでいきたいと思います。それでは流し込む用のロウを溶かしていきたいと思います。 160g 溶かしていきますので、先にマイクロワックスから投入していきます。マイクロワックスは 8g、 残りの 152g をパラフィン入れていきます。では 160g になりましたので、こちらを溶かしていきます。それでは溶かしたロウが100度になりましたので、100度で注いでいきます。100度すごく熱いので、やけどに気をつけながら注いでみてください。いきます。これをゆっくり一気に注いでいきます。半分ぐらい注いだら、向きを変えてもらって反対側から
注いでいきます。全部注げましたら、あとは固まるのを待つだけになりますので、このまま固めていきます。それではお次にこちらのグラデーションキャンドルを製作していきます。こちらのグラデーションキャンドルは中に入っているブロックには一切色をつけず、流し込む時のローに色をつけて2色流し込んでいます。まずは中のブロック作っていきますので、分量を測っていきたいと思います。マイクロワックスソフトが 5g と残り 95g、 合わせて 100g 測っていきます。はい、測れましたので IH で溶かしていきます。はい、それではロウが溶けましたので、先に使用する芯のロウ引きをしたいと思います。先ほどの動画でもロウ引きは一度行っておりますが、今回もまたロウ引きの仕方をこちらの動画でも、見せていきたいと思います。まずは溶かしたロウの中に使用する芯、こちらを浸していきます。で、10秒ぐらい浸したらこちらのティッシュペーパーに取っていきます。乗せたら余分なロウを拭き取っていきます。で、最後ピーンと貼ってあげて、こちらでロウ引きが完成となります。それでは今溶かしたロウを、こちらの型に流していって、中に入れるブロックを作っていきたいと思います。で、こちらの箱の作り方は一つ前の動画でご紹介しておりますので、そちらをご確認ください。それではこちらのシートに流し込んでいきます。先ほど溶かしたロウ、約90度ぐらいで流し込んでいきます。全量流し込んだらこのまま固めていきます。それではシートを固めてる間に、先に型に、使用する芯をセッティングしていきたいと思います。こちらのやり方は前の動画でもご説明は入れているんですけれども、今回もやっていきたいと思います。まず使用する型、こちらにシリコンスプレーを振っていきたいと思います。振ります。で、シリコンスプレーが触れたら、先ほどロウ引きした芯を型のここの芯を通す穴のところに芯を通していただいて、両方5センチずつぐらい余裕を持たして芯を通します。そしてこちらの下の部分をあらかじめ用意した粘土でギュッと押して固定していきます。ギュッと押します。で、その時に上から芯をキュッキュッキュッと引っ張り上げてもらって、この時に芯が外れなければ OK です。芯が外れてしまうようでしたら、再度もう一度しっかりと粘土で留めてあげてください。ここまでできたら、最後にこちらの割り箸で芯を固定していきます。必ず中心に来るように芯は固定していきます。なるべく割り箸使う際は奥の方でやるのをおすすめいたします。
で、このような形でピンと芯は貼ってもらって、ここがもたつかない、動かないようにセッティングしてあげてください。こちらで芯のセッティングは完了となります。それでは続きまして、これから流し込むこちらの2色のそれぞれの色流し込んでいくんですけれども、1色ずつのワックスを測っていきたいと思います。両方とも 90g 90g 流し込んでいきますので、その分量を測っていきたいと思います。まずマイクロワックスソフトは 4.5g 必要なんですけれども、計量だと測れないので4か 5g をまず入れていきます。今回は5でやっていきます。で、ここが90になるまでパラフィンを入れていきます。はい、90になりましたので、もう一つ用意していきます。はい、では90測れたので、それぞれ IH で溶かしていきたいと思います。溶かす際はだいたい80度から90度で色をつけていきたいと思いますので、温度を上げすぎないように気をつけてください。それでは溶かしていきます。それでは、それぞれのお鍋に色が溶かせましたので、色をつけていきたいと思います。今回もこちらの色サンプルの中から2色選んでいきたいと思います。今回はこちらのオレンジとピンクで色をつけていきたいと思います。はい、それでは色をつけていきます。色をつける際に顔料は少しずつ入れていきます。レンジはこのぐらいでいいかなと思います。では次ピンクですね。ピンクも少しずつ入れていきます。色が完成いたしました。それでは先ほどこちらの箱に流し込んだシート状になっているものをブロックにしていきたいと思います。はい、だいたいブロックはこのぐらいで、厚みが 2-3mm ぐらいですかね、 2mm ぐらいかなの大きさになってます。これを使用して製作していきます。それでは1色ずつ流し込みを開始したいと思います。で、まずこの型に対してこのロウが 2色あるんですけど、実際流し込むときは向きとしてはこういう感じで、先に注ぐ方が実際に型から出すと上に来ますので、どちらの色を先に流し込むかっていうのを事前に決めておいてください。今日はオレンジを先に注いで、ピンクを2番目に注いでいきます。それでは流し込みスタートしていきます。流し込む時の温度なんですけれども、2色とも90度で注いでいきますので、事前にこの作業を入る前のこの事前の作業として、両方とも95度ぐらいまで温度を上げとくといいかなと思います。で、いきなり注ぐってなった時に温度が下がりやすくなってしまいますので、事前に95度まで温度を上げておくのがポイントとなります。はい、それでは流し込んでいきます。まず先にオレンジから流し込みます。で、こちらの分量の半分ぐらいを目安に投入していきます。約半分ぐらい今入れました。で、入れた後にこちらの先ほどパキパキ割ってもらったブロックを上から入れていきます。で、ちょっと飛び跳ねたりするんですけど、全然気にせずブロックを投入してください。こんな
注いだろうよりもちょっと上ぐらいになるようにブロックは注いでいきます。ブロックは入れていきます。で、再度残りの分量すべて加えていきます。加えたら再度このブロックをまた両側から入れていきます。上に結構飛び出るような感じぐらいまで入れちゃっていいです。で、次にブロックこんな感じで入れられたら、次のこの2色目、2色目を投入していくんですけど、一度に全部入れてしまうとやっぱりここの中間の部分で混ざってきてしまいますので、こちらも同様、まあ、2回から3回ぐらいに分けて入れていきたいと思います。で、入れるときはこの上に飛び出ているブロックに少し当てていくような感じで、流し込みスタートしていきます。ではまず1回目注ぎます。ゆっくりと注いでいきます。ブロックを再度入れていきます。ブロック入れにくいなと思ったら、まあ、温度計もしくはお箸とかで少しこう隙間を埋めるような感じで入れてあげてください。残りの分量もまた注いでいきます。はい、でほぼ全部注げると思うので、注げたらこのまま固めていきます。キャンドルの底の部分、こういったへこみが必ず出てくるんですけれども、このへこみの直し方をお伝えしていきます。まずこのトイレットペーパーとか何か下に支えになるものを置いていただいて、こうやって上に乗せちゃいます。私はこのようにして使ってます。で、まずこの底の部分の芯はいらないので、こう先にカットしちゃいます。で、カットしたら、本来はマイクロワックスとパラフィンを再度溶かして、ここの下の部分と、まあ、同色か、まあ、無色でもいいと思うんですけど、同色の方が綺麗かなとは思うので同色の色を出していきたいんですけど、先ほどグラデーションキャンドル作った時にこのブロックがちょっと余ってるので、この余りを利用してここの色出しをしていきたいと思います。この余りを全部入れてしまって、全部入れてこれ溶かしていきます。先ほど入れたブロック全部溶けましたら、同じく80度から90度ぐらいの温度で色をつけていってあげてください。一気に流し込んでしまうと温度が高くて横から溶けて流れ出てきてしまうことがありますので、私は2回に分けて注いでいってます。で、まず1回目注ぐときは、まあ、温度は低めに70度ぐらいの温度にして1回目注いでいきます。縁をだいたい1センチぐらい残して、まずは注いでいきます。70度ぐらいで注いだものが一旦表面少し膜が張ったように、固まってきています。で、この状態になったら2回目注いでいきます。で、2回目注ぐときは温度としてはだいたい90度ぐらい、
85度から90度ぐらいの温度で流し込んでいきます。まず注いでいきます。こんな感じ、2ミリぐらい残して注いだら、この割り箸のちょっと大きめの方ですね、大きめの方を使って外側に向かって誘導していきます。少しずつでいいです。一気にやろうとするとろうが垂れてきちゃうので、少しずつ少しずつ温度も下がりやすくなっちゃうので、なるべく早めにこの作業をしてください。これで底の部分のへこみの処理の完成です。先ほどお直しした底の部分もしっかりと綺麗にお直しができました。で、2種類のグラデーションキャンドル、先ほど型に流し込んだんですけど、まだこれは固まっていないので、また明日型から外したいと思います。昨日作ったものが完成しましたので、型から抜いていきたいと思います。本日は最後までご視聴くださいましてありがとうございます。今日は2種類のグラデーションキャンドルとキャンドルのへこみの部分のお直しの仕方をご紹介いたしました。お家でお時間があるときにぜひ挑戦してみてください。少しずつ動画をアップしていきますので、応援をよろしくお願いいたします。また概要欄にインスタグラム、オンラインストア、ホームページの記載も載せておりますので、そちらからご覧になってみてください。本日はどうもありがとうございました。